皆さんこんにちは。9月1日より地域おこし協力隊の移住コーディネーターとして活動しています山田夏子と申します。生まれは富山市で、高岡短期大学、現在の富山大学芸術文化学部産業デザイン学科を卒業しました。短大卒業後、東京都に移住しました。東京では在宅医療や介護、療育に携わる会社で広報を行っていました。日々医療従事者の方が地域の方に直接関わり、生活の場を支える姿をそばで見ながら、自分もいつか経験やスキルを使って人を支えることに活かせたらという気持ちを強くし、地域おこし協力隊を志望しました。結婚出産を経て射水市に移住した当事者として、移住をお考えの方、地元の方の気持ちに寄り添いながら射水市の魅力、移住の魅力を発信していけたらと思います。担当する業務は大きく分けて3つあります。1つ目は移住交流促進活動です。移住体験ツアーの企画や受け入れ対応、首都圏などでの移住セミナーや相談会での PR を行います。2つ目は移住・定住希望者へのサポートです。空き家情報や生活情報の提供、移住後のフォローなどを行います。3つ目は SNS などの情報発信です。インスタグラムやブログを使い、射水市での移住生活のほか、移住についての補助制度やお役立ち情報を発信します。インスタグラムのアカウント名は射水アンダーバー移住です。毎日の生活の中で家族ぐるみで射水市の良さを発見し発信していきます。市内で見かけることがありましたら、お気軽にお声掛けください。